こんにちは。本日はオンコンパスセミナー CIO 最高運用責任者が運用について語りますと題しまして、オンコンパスを運営するマネックスアセットマネジメントの最高運用責任者が運用についてお話しいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。では初めに簡単にオンコンパスのご説明をさせてください。オンコンパスはゴールベースアプローチという考え方に基づいて、人生の目標に合わせた自分だけの資産運用プランを運用できるお任せ資産運用サービスです。積み立てはもちろんのこと、引き出しながらの運用など多彩なライフプランに合わせた運用を行うことができます。始め方は簡単で、オンラインで、質問に答えていただくだけで、無料でプランをご提案いたします。その後専門家がプランに沿って運用を行ってまいります。提案画面では最適な運用戦略や預金と比較した場合の運用効果などを提示しますので、ぜひ気になった方はオンコンパス無料体験と検索して調べてみてください。では、実際にお任せ運用の専門家はどういったことをしているのというところが気になられるかと思いますので、早速 CIO の、中島からお話しさせていただこうと思います。中島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速ですけれども、中島さんに簡単に自己紹介をしていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、私は大学を卒業後ですね、理科系なんですけれども、銀行に入行しまして、その後、外資系の運用会社で、長く勤めております。専門としてはやはり資産運用のソリューション、顧客ポートフォリオ、皆さんのお客様の中のポートフォリオが、どういう形でいるのがいいのかということ、それに対して、マルチアセットで、運用していくということを、ずっと業務として従事してまいりました。業界活動としては日本証券アナリスト協会のセミナー企画員をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかリモートで私もお会いするのが久々という形で、そうですね、はい、今はもう本当にこういうコロナ対策で、きちんとパネルを間に置いてのお話になりますけど、はいはい、マスクを、外してお話できるのが久しぶりで、はい、本当に良かったです。良かったと思います。はい、当社では約3年半ぐらいいらっしゃるということですね。よろしくお願いします。それでは早速私からいろいろ今日聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、運用という少し難しい話になると思いますので、分かりやすくなるように質問形式でいろいろ聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、まずは、運用の方向性について教えてください。はい、はい、運用の仕方という意味では方向がきちんと決まっている、特にその長期的な視点という形で、そのホライズンと言っていますけれども、長期ホライズンに沿った分散投資がメインの、方向になっております。で、あと一番重要なのはやはりその運用していく間でのリスクを抑えていく、皆さんからお預かりしたお金を安定的に運用できるということが、大事になっています。なるほど、そうした。ちなみにホライズンっていうのはもうちょっと簡単に言うと、そうですね、投資ホライズンって1ヶ月3ヶ月ってその、水平線っていう意味で非常に遠くを眺めてホライズンという言い方をしている形にはなるんですけれども、投資期間という言い方にもなります。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして次の質問なんですけれども、オンコンパス、お任せ資産運用オンコンパスは、ノーベル賞受賞者の理論を使っているのでしょうか、ということで、競合の会社さんは結構使っているというようなお話をされている会社さんもありますけれども、オンコンパスは一体どうなんでしょうかと。そうですね、資産運用はやはりクオンツ的な運用という意味では非常に理論的なものを使っているものが多いんですけれども、特にその過去のデータを利用して、将来どうなっていくかという予想をするときにですね、今現在では4つのノーベル賞の受賞者の理論を活用しております。で、代表的なものでいうと、一つはハリーですね、ハリー・マークウィッツの平均分散アプローチ、これは皆さんいろんな運用で使われていると思うんですけれども、弊社では特にその中でもシムズのベクトル自己解析モデルだったり、エングルのガーチですねモデルで、
あとは、まあ、重要なのはそのリスク管理の中でも特にその期待する、まあ、将来どれぐらい、まあ、暴落してしまうのかというようなそのショートフォールをなるべく小さくするということに重点を置いておりますので、まあ、先代の方たちのですね非常に重要な、まあ、論文に沿ったものを、具体的に私たちの運用の中に落とし込んで利用させていただいております。なるほど。なかなか4つっていうのも結構すごい数の理論ですね。そうですね、やはり取り組むべきものという中でそのリターンとリスクといった場合には、まあ、理論的なものを有効活用していかないといけないので、うんうん、まあ、各社いろんな工夫をしていると思いますけれども、弊社の場合はまあ主に4人の方の論文、まあ、理論が入っているという形でお話できると思います。うんうん、なるほどなるほど。その中でも、まあ、最後におっしゃられたショールズさんの理論なんかは結構リスク、先ほどおっしゃられた、そうですね、リスクにとって非常に、はい、重要な理論になっております。うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。また一つ一つ本当はご説明いただきたいところですけども、時間が多分2時間とか3時間になってしまうと思うので、はい、そうですね、今日はこの辺りで、はい、じゃあ続いての質問に関してです。資産配分はどのように決定しているのでしょうかということで、これ、はい、無料体験をしていただくとですね、8つの戦略の中から、安定運用タイプだったり積極運用タイプだったりいろいろな8つの中から選ばれて、それぞれによって、資産配分が全部違うんですけれども、国内株式が 20% だったりとか国内債券何パーセントとか、まあ、そういった形で決まっているんですけれども、これって実際に中島さんがこれはこれぐらいだからこうだとか、そういうふうに決められているわけではないと思うので、実際どうやって決められているのかなということをちょっと教えていただきたいなと思います。はい、こちらはですね、やはりリスクを測るという意味では金融工学に基づいた、我々独自のですね MSV キャピタルマーケットモデルというのを活用しております。はい、で、資産配分というのはですね、主にやはり株式と債券、まあ、株式がやはりリスクが高くて、まあ、大きくて、債券が安定的なリスクの低めなものになるんですが、まあ、大きく分けるとその資産クラス2つでほぼほぼ、全体のリスクが決まっていきますので、まあ、それに対してまあ分散するということで、一つの国、国内株なのか外国株なのか、あるいは為替のリスクはどうするのか、で債券についても国内債券の利回りや外国債券の利回りというのを見ながらですね、将来を予想しながら最適な配分というのを見つけていく形になります。なるほど、はい、ここでその最適な配分を見つけるのに、さっきのノーベル賞の、そうですね、主に最後に話したシーバーと呼んでいるものなんですけれども、うんうん、そのなるべく、まあ、損失を最小化するための、うんうん、に一番いい最適な、資産配分というのを決めていく形になります。じゃあかなり機械的にと言ってはあれですけれども、もう数式的な感じで決まっていくような、そうですね、モデルをやはりデータが増えていくと、それをいろいろ、まあ、デザインを変えながらもありますけれども、うんうん、まあ、主なデザインの通りにですね数値を入れていって、将来の配分が何がベストかというのが決まっていく形になります。なるほどなるほど。じゃあ中島さんがえいやって言って決めてるわけではない。そうですね、よく鉛筆を舐めてとか、そのいろんな資産配分を書き換えるとか、まあ、アクティブな方たちっていうのは自分たちの予想でそれを変えていく場合が多いんですけれども、うんうんうん、弊社の場合にはもうほぼモデルがでから回答として出てきたその正解だと思われる数値をそのまま使う形にしています。じゃあもうそのモデル作りの方はどっちかというと、そうですね、対面しているのはもちろんマーケットなんですけども、うん、モデルとの対面というのも非常に重要な時間になります。うん、ありがとうございます。じゃあ続きましては、あ、これはそうですね、MSB キャピタルマーケットモデルの改善プロセスということで、モデル1回作ったら終わりじゃないってことなんですよね。そうですね、はい、世の中では割と流行っている PDCA という形で、うんうん、やっぱり4つの、ステージがありますので、うんうん、プランきちんと、まあ、計画を立ててリスクを定義するということと、次にその今鉛筆を舐めないといったですね、うんうん、資産配分がきちんと出てきているかどうか
で、私は一番重要なのはやはりチェック、シミュレーションをしてみて、本当にそれがその将来損失を非常に最小化できるのかどうかっていうところの、事象を繰り返し、シナリオテストと呼んでるものを含めてやっていきます。で、最終的な資産配分を決めて自分たちで執行していくという形なので、これをこうぐるぐるときちんとですね、回し続けることが重要だと考えております。常にモデルは進化し続けるということですね。ここはもう本当止めどもなくモデルやいろんなその観点という意味では開発が進んでいますので、それから遅れないということが、重要になっています。なるほど。じゃあどんどん新しい理論とかも、そうですね、取り組むようにしております。ありがとうございます。じゃあ続きまして、将来予測はしているのでしょうか。さっきの質問にもしかしたらちょっと近いかもしれないですけど、そうですね、これは期間ごとに考えている場合があるんですが、ほとんどが長期的な将来というのを見据えていますので、ピンポイントでの1ヶ月後はこうなるだろうと、上がって下がって上がるだろうとか、そういうことは予想はしていません。緩やかな成長という形で、株式債券、いろんな利回りもありますけれども、そういったものがこう積み重なって合体されたところで、いい目標リターンにちゃんと近づいているかどうかということが重要になりますので、ピンポイントでの予想はしていないんですけれども、中心的に株式がどれぐらい成長するかっていうのに対して債券の利回りがどれぐらい上げられていくのかとか、その各国政府のですね、中央銀行の、いろんな金利の制限というのがどう変わっていくのかというのによって、相対的にリターンというのが変わっていきますので、株だけ予想したり金利だけ予想したりということにはなってはいません。なるほど、はい。ということはそもそも明日下がる上がるみたいな予想、将来予測はもう全くしていなくて、長期的にどうなっていくかと。グループ会社でマネックスグループの中では、特にマネックス証券の方でストラテジストの方たちが、北米の株はこうなるだろうとか、為替はこうなるだろうと、いろんな人たちの、その専門的な、予想というのがあるんですが、それを自分たちでは聞いてそれを解釈してですね、モデルの中にどれぐらい反映させるべきなのかっていうことは考えますけれども、自らの予想というのは載せないことにしております。ということでございます。はい。では続いての質問は、資産配分の見直しの頻度はどれぐらいなんでしょうかと、いうことで、さっきスライドで出てきた国内株式何パーセント、国内債券何パーセントみたいなものが提案されて、それ自体はもちろんずっとあのままではなくて時代に合わせて変えていくと思うんですけれども、それの頻度ってどれぐらいなんでしょうかという質問ですね。運用している側としては、リバランスという形で考える、その資金繰りがあった時に配分をきちんと合わせるということがあるんですが、その長期的にポートフォリオをどう運用していくかっていう、その将来、こういう形になっているのがいいだろうというのを目指す意味での、見直しというのを四半期に行っております。3ヶ月ですね、3ヶ月に一度、はい、のでそれが月次でやられるところもあると思いますし、1年に一度見直すっていう非常に長期的な年金とかを運用している方たちっていうのは頻度が小さくなる場合がありますけれども、そのちょうど中間にある、原則3ヶ月に一度、年4回は、見直していくという形になっています。なるほど。それはなぜ例えば毎月じゃなかったりとかするんですかね。やはり調整するときに売って買ってというような微小な株を買って債券を売る、あるいは債券を売って、株を売るとかっていうようなキャッシュを増やすとかっていうのの中で、その取引コストというのがかかってきますので、あまり頻繁に微調整なのに結局先月買ったけど、今月また買い戻すとか、買いますとか、そういったことでこうバタバタすることでですね、取引コストが多くかかってしまうということを、見合いとして
3ヶ月に一度見直して、まあ、それでも、まあ、変えなくてもいいという時は逆に、ほぼ変わっていないということも、うんうん、まあ、無理やり変える必要もないですので、それを、まあ、3ヶ月に一度やるということになっております。なるほど。コストという観点は、はい、なかなか抜けているというかね、毎月やればいいじゃんというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そういったことも考えて3ヶ月に一度と決めているということですね。はい、ありがとうございます。続きましての質問で、実際に資産配分、国内株式だったり、海外の、まあ、ETF だったり、はい、オンコンパス基本的には最終投資対象というのは、国内外の ETF になっているんですけれども、まあ、ETF って言っても国内外だとめちゃくちゃ数としてはあると思うんですけれども、その中でどういうふうに選定を、まあ、しているのでしょうかという質問ですね。はい、これはETF の発展に伴って数は本当に増えていますし、その上場されているマーケットもですね、グローバルに非常に広がっていますので、私たちとしてはもちろん国内の ETF が使いやすいという、まあ、取引所が空いている時間が合ってるからということですね、ではあるんですけれども、グローバルな投資の視点がありますので、なるべくそのコストが低い、ETF を中心に探しております。あとはその結局流動性が高くないとですね、 ETF のその魅力を使い切れないという形になりますので、高い流動性がある低コストな ETF を探しているという形になります。その流動性っていうのは、まあ、はい、取引量が多いっていうことですよ ね。個人だとね、あんまり気に1万円とか10万円とかだといつでも大体取引できるから、はい、あれなんですけど、やっぱりオンコンパス全体でってなると額が大きくなるから、その辺がすごい重要っていうことなんですかね。そうですね、一旦1億円ボンと買いたいっていう時に売り側が1億用意されていないとですねまあやはり値が外れてしまっていて、まあ、特にデイトレとかやってる人たちは非常に細かく板を見てると思うんですが、まあ、私たちもその板の厚さというんですかね、その1回1回の出向が、まあ、きれいに決まるようにですね、うん、流動性が高いと、なるほど、はい、余分なコストを払っていないという形を取るようにしております、うんうん、なるほど。なかなか個人だけで運用をやっていると気づかない部分っていうか、1億自分で、うん、取引することがない方が多いと思うので、はい、なるほど、そういう点でも高い流動性にも気をつけているということで、まあ、今後ということは、まあ、本当は入れたいけれどもコストが高いから入れられてない ETF みたいなものも流動性が増えてきたりとか、コストが安くなってくればオンコンパスの ETF に追加されるかもしれないっていうのは期待しててもいいんですかね。はい、もちろんです。楽しみにしております。ここでは多分何とかは言えないと思うので個人的にも楽しみにしております。はい、続きましての質問ですが、まあ、最近ESG というのが言葉が非常に流行っておりますけれども、ESG って、まあ、ここで皆さんご存知だと思いますけれども、簡単にご説明すると、持続可能な世界の実現のための、まあ、重要な観点として環境、社会、ガバナンスの頭文字を取って作られた言葉ですね。で、こうした ESG 銘柄、ETF ももちろんあるですけれども、こちらに、オンコンパスって含まれているんでしょうかという質問です。はい、ESG 投資というのがやはり5年ぐらい前から具体的に投資の中に組み込まれていっておりますので、弊社もその ESG をテーマにした ETF が、うんうん、開発された時点で、まあ、最初に買いに行っております。はい、これは結構今後は重要なその ESG の銘柄っていうと、そのまあ、ESG に投資するっていうことっていうのは実際にリターンとしても期待できるから、もちろん入っていて、そうですね、これはやはり世界の賛同がないといけないと思いますので、うんうん、各国いろんな ESG の取り組みをしていると思いますけれども、それがその株式にきちんと反映されるのには時間がかかるだろうということで、うんうん、まあ、目先の投資をしてしまう方たちっていうのは、そのすぐ上がるだろうとか、まあ、自分が判断できればやってるんだと思うんですけれども、うん、長期的にですね、やはり世の中のためになっている会社の株式と、そうではなくて、まあ、目先にとらわれたようなその地球破壊もしてしまうような会社があるとしたら、やはり、世界に貢献できる
あの環境の配慮もあったり、いろんなその ESG 全体のテーマにですね貢献した株式ほどより良い、まあ、リターンが出てくる形で投資家が注目するということが重要だと思いますので、実際もうかなり実績が出ている会社さんもありますので、はい、積極的に ESG 活動をしている会社に投資していきたいと思います。はい、で今はあの株式だけなんですけれども、まあ、他にまあグリーンボンドとか債券の方でもですね ESG のテーマっていうのがありますので、まあ、いろんな資産クラスの中で ESG のテーマがある中で、まあ、それをよりよく見ながらですね投資を増やしていきたいというふうに思っております。なるほど、なるほど。なかなかこうした ESG の銘柄って個人では特にアメリカのは説明読んでもなかなか英語が分からなかったりすると何に投資してるんだろうとか、これ買って大丈夫なのかなって思うものもありますけれども、まあ、そうしたものも、はい、しっかり中島さんが目を通して、はい、お任せいただければきちんと、はい、スコアリングしております。まあ、時代が変わってもどんどんそういった新しいまたこのいい指標みたいなものとかが出てきたらどんどん取り込んでいくっていうところは、そうですね、ESG をテーマにっていうことで非常に各国いろんな会議をしておりますし、うん、まあ、SDGs という形でいう名前にもなっていますけれども、うんうん、その社会全体地球全体を思いやるっていうことに関しての、まあ、理論的根拠というのも必要になっていきますので、うん、まあ、その実態としてモデルにも組み込まれていくと。なるほど、なるほど。どんどんこれもすごく早いあのスピードで開発されていっています。なるほど。モデルの進化がなかなか目には見えないので、うん、あれですけれども、ね、まあ、はい、あの運用結果であの感じていくということですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、本日は、こちらで以上となりますので、まだまだ多分ちょっとあの聞き足りないよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、その場合はあの第2弾を、開催したいなと思いますので、本日はこちらで終了とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。失礼します。